皆様、時間となりましたが、まあ嬉しい悲鳴で予想していただいたように皆様どんどん来ていただきまして、まあ、ただいまエレベーターの2階あたりで止まっている方もいらっしゃいますので、もうちょっとお待ちくださいませ。申し訳ございません。たくさんの方に楽しんでいただきたいので、ご協力をよろしくお願いいたします。今日のイベントは西区活性化から始まったキャンドルナイト夏至の日コンサートなんですが、一番最後に登場します大西奈子バンドが、ことに山小屋で10年代ずっと夏至の日にコンサートをしていたイベントでございます。それを、まあ、10年以上経ったのと、それからうちでやっているいろんな仲間たちが協力し合って西区を元気にしよう、ね、住んでる人方も楽しもうという会を、この区民センターの館長さん藤垣さんのご協力を得まして、こういう風な場所で実現することができました。本当にありがとうございます。これもひとえに町内会の皆様本当にあの西区の皆様ありがとうございます。西区以外からもたくさんの方がいらっしゃってまして、山手の谷町の方とかいろんな方たちがいらっしゃいます。本当にあの人を元気にするにはどんなことをやったらいいのかも、私はいろんなことをやりながらこの20年、30年、婚家林業とかそういう 縁もありましていろいろ活動してまいりました。でこういう、ようやっと自分のだけでこんなに本当に正直こんなに集まるとは、期待しておりませんでしたが、本当に嬉しいです。ありがとうございます。もう夢出演者も大変しております。盛り上げてくれる後ろにいる石田さんという、素晴らしいプロデューサーがいるんですが、彼は岡山から来ております。それとあの本当にいろんなところから協力していただいてボランティアスタッフですね。本当に今のものづくり人づくりってこういうのが大事かなと思っております。引っ張っておりますがどうでしょうか。あ、いらっしゃい、止まってますか。お客様もうそろそろ、はい、では本題になります。皆様、携帯のマナーモード、あとは、着信音が鳴らないように一応マナーモードか 着信音を切ってください。それがまず一つですね。それと写真撮影は自由なんですが、シャッター音、それからフラッシュ、これはすいません、カメラが何台も撮っておりまして、このイベントを、後でどうなるか分かりませんが YouTube にアップするか世界発信をいたします。それでそのため のちゃんとした歌を出るものですから、フラッシュをかかれると一番困りますので、フラッシュとそれからカシャカシャカシャという音だけは鳴らないように静かに撮っていただければと思います。はい、あとは抱きついたり乗り上がってくる方は、ご法度ですが、手に札束を持っている人は大歓迎でございます。ぜひそういうイベントでございますので、後でそれぞれご紹介しますが、うちのまーちゃんはうちでピアノのコンサートを畳の上のコンサートで始めた子でございます。3年目になりましたが素晴らしい成長で、この頃はテレビにも出演しております。それから小生おはこじも今日何たるちや小生さん師匠がですね、他の場所で子どもたちに落語を教えている日本一のことが生まれている集まりがありまして、そのことに言ってますので、今日は残念ながら花束に生まれ変わりました。はい、それで、ね、小生おはこ師匠からいただいたものですが、これも含めまして、小生おはこ一門優れものが揃っております。その一門が取りまとめて大喜利を、初めてですね、私も小生さん方の仲間が大喜利するのを始めたので楽しみにしております。それと最後にその10年以上、西区およびもう日本中で活躍している大西奈子バンド、毎年南幌町のご協力も得まして、今日も来ていらっしゃる佐藤農園さんという方のご協力も得まして、南幌町に福島の子どもたちを、キャンプに呼んでおります。本当にね、頭が下がる思いです。思いってどうやって伝えるのか私もよく分かりませんが、本当に南幌ちゃん そのハートフルな心と仲間たちの心、そして、みんな震災も含め、まあ、日々のいろんなことがありますよね。それをどうやって、元気よく皆さんに伝えていけるかということも含めて、頑張っていきたい、この頃の、今日の夏至の日キャンドルナイトコンサートゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。まずは
こちらもあちゃん、以上です。盛大な拍手でお迎えください。皆さんこんばんは。こんばんは。琴美山寺さんで定期的に、畳の上のピアノコンサートというものをやらせていただいております。シンガーソングライターの内田真央と申します。今日はよろしくお願いします。夏至の日ということで外はすごい蒸し暑かったんですが、ここはね、冷房が効いて涼しくて本当に良かったです。今日1曲目に歌うのは、私のファーストミニアルバムからグローブという曲を皆さんにお届けしたいなと思うんですけれども、この曲は、今ある全てに感謝を忘れずに毎日生きていきたいなという気持ちを込めて、そして出会った、全ての人に感謝の気持ちを込めて作る曲です。グローブ。
Thank you.
メインでね、ピアノでいつも作詞作曲してるんですけれども、今から歌う曲は、本当におかみさんにはね、お寿司じゃなくてごめんなさいって思うんですけども、食べ物の歌なんで、お寿司じゃなくてね、私が作ったのは牛丼の歌あれですよね。まあ、畳の上のピアノコンサートも3年もねやらせていただいてるのでね、もうそろそろね、お寿司のなんか関係したね曲を作ってもいいんじゃないかなとは思ってるんですけども、今から歌う牛丼をテーマにした歌が結構私の歌では、まあ、テーマじゃないな、メインではないし、なんて言ったらいいの、代表曲になるかなと思うんですよね。この曲を作ったのは冬に作ったので、まあ、今の季節じゃないんですけれども、私の実体験、そのお友達の家に行くときに牛丼を買って行ったよっていう話から始まるあのノンフィクションの曲なので、まあ、楽しく聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。梅雨だったね。
その当時は吉野家だったかな。でも最近私すき家に浮気中なんですよね。ありがとうございます、そうそう、つい、ね、先日月曜日6月19日に、新曲をリリースしました。その曲は、新曲をリリースといっても作ったのはもうだいぶ昔で2005年に作った曲なんですけれども、ようやくその私がずっと長い間大切にしていた曲が皆さんに届けられる状態になったって思うとすごく嬉しくて、今日のこの夏至の日コンサートでもぜひ歌わせてほしいと思って、ピアニストを呼んでおります。私が弾いてもいいんですけどね、より一層その曲の良さが皆様に伝わるようにスペシャルなピアニストを用意してますので、呼んでみようかなと。大きな拍手でお迎えください。ゆうやいしだI'm not afraid to die.
ありがとうございます。先ほどね、入りの時間の時にずっと流してもらってたんですけれども、5月にリリースした私の、夢の世界という曲があって、みんな、あ、チームのタオルね、タオル持ってきてる方は一緒に振りましょう、ね、持ってきてない人は手拍子とか、あとは自分の持ってるハンカチとか、あ、なんか布を着れ一緒に、ありがとうございます。振っていただけたら嬉しいです、頑張ってる全ての、皆さんへの応援ソング作ってきました。あ、これどうもありがとう。